本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。本日2本目。神原先生、本当にいい加減にしてください。依頼人である堀口くんのことを、もうちょっとなんとかしてくれませんか。モロチン、王を完全にコントロールすることなど、誰にもできません。しかし代理人になったのなら、もう少し制御してください。堀口くん本人か、あるいは本人から要請を受けた人物が最近、学習院告発サイトを、アクセスしづらい状態に改変しました。しかし、アクセス自体を難しくしたという状態なので、裁判所が削除したと判断するかどうかは、微妙なところです。明らかに間接強制金から逃れようとする責任逃れの工作なので、裁判所が悪質だと判断した場合は、アクセスしづらくした後の間接強制金も、きっちり発生してしまいます。そうなる可能性は割と高いのではないでしょうか。あれだけ周りから散々言われても、告発サイトを消さなかった堀口くんが、急に折れました。もしかしたら神原先生の力によるものかもしれません。考えすぎかもしれませんが、やはり神原先生は、決してハラスメントなどしない、お気持ち表明が得意な、正義の弁護士ですから、その心が堀口くんにも通じたのでしょう。ただね、あれはダメですよ。神原先生がもし、よし、告発サイトは消えたな。と喜んでおられるのなら、間違っています。それ、多分堀口くんに騙されてますよ。告発サイトを隠したのは、間接強制金から逃れるためかもしれませんが、神原先生に、消した、と思わせるため、という可能性もあるのです。神原先生は、あまりネットが得意ではなさそうですし、堀口くんのような悪意ビンビンの、ネットに詳しい若者には、割と簡単に利用されてしまいそうで、私は心配です。大丈夫ですか、神原先生、依頼人に騙されていませんか。告発サイト自体はアクセス可能な状況ですし、厳密に言うと消えてなどいません。神原先生、ちゃんと堀口くんに説教して、サイトを完全に削除させてくださいよ。大丈夫ですよ。リーガルハラスメント会見の時のような気迫で、渾身のリガハラをすれば、さすがの男堀口も、素直に言うことを聞くと思います。あるいは、男堀口を屈服させるために、また議員会館を借りて、弁護士をたくさん連れてきて、堀口秀俊に告発サイトの削除を求める緊急記者会見を開催するのも、一つの手かもしれません。神原先生は、民事訴訟の場合、依頼人のやることに対して、代理人はある程度の責任を持つべき、というお考えではなかったのですか。依頼人である男堀口が、どう見ても完全にアウトなサイトを公開し続けている状態で、代理人になるというのでしょうか。それは弁護士として正しい姿なのでしょうか。神原先生の華麗なるキャリア、傷がついてしまうかもしれないですし、私は心配です。いや、リガハラ会見した時点で、傷もクソもないでしょうか。私としてはですね、堀口くんがサイトを隠して、消したことにしようとして、ネットに疎い神原先生がそれを信じて、サイトが消えたと思い込んでいるのではないか。と疑っています。神原先生は、大至急、堀口くんと話し合って、告発サイトが今も生きている件について、問いただすべきです。本当にいいんですか神原先生。このまま行くと、学習院告発サイトを公開し続けている男の代理人になった、という事実が、確定してしまいますよ。あと、堀口くんの使者としてご活躍されている、生間雄星弁護士も同じです。弁護士として、堀口秀俊と関わることは正しい姿なのでしょうか。生間雄星弁護士は、人権を大切にするみたいですが、堀口くんはどう見ても他者の人権をないがしろにしています。それなのに堀口くんと関わるとか、どういうことやねん雄星。人権言ってたんは、口だけかお前は、そういうとこやぞ。雄星、最後までご視聴ありがとうございました。